神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。こんにちは。あ、たけちゃん、いらっしゃい。えいこばさん、久しぶり。あ、久しぶり。待ってたのよ。ほんと久しぶり。元気？元気元気。いや、最近えいこばさんの話を聞いてね、聖書の予言の成就を見てるとか、またそれの意味が分かってきて、ね、興奮するんだよね、来るたび。嬉しい。で、前回は国々に散らすっていうのを今の時代の人たちが見届けてるっていうところで、おーと思ってね、その続きを聞きに来よう。離散するっていうところまで行ったでしょ、タキちゃんがその戻ってくるっていうのを聞きたいって言ってたじゃない。だから、やっぱり、この間の、エゼキエル書の36章、20節と21節読んでくれる？彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。神様の皆が汚されているっていうことを言ってるのね。神様の名が汚す、何をして、ユダヤ人が何かをして神様の名前が汚されたっていうことがあったの？ここに書いてあるでしょ、この人々は主の民であるのに、主の国から出されたのだと言ったからだって書いてあるでしょ。だからユダヤ人が何かしたから、神様の皆が怪我されたっていうよりも、世界離散している時に、キリスト教国の人たちが、彼らはキリストを殺したから、神様から見捨てられて、約束の地から追い出されて、世界中で見せしめにさせられてるんだっていうような、そういう神学が2世紀から入ってきてるのね。だからそういう神学を教わってるから、そういうふうに言われてることが、神様の皆を汚したって言ってるのね。いろんな国々に散らされてるから、もう行った先でその国の人たちがユダヤ人に対して、お前たちはキリストを殺したんだから追い出されたんだろうって、ちょっとけなしてる言い方をされたっていうことなんだ。そうなのよ。そして、神様は彼らを見捨てて、そして教会を、アブラハムの子孫として置き換えたんだと、そういう神学が2世紀からできてるのね。それは神様の皆を汚したことになるとおっしゃってるわけね。そういうことなんだ、神様はお前たちを見捨てたんだぞっていうことは、つまり神様のその神様ご自身のことを怪我している
怪我してる。なぜならば、そういうことね、神様がアブラハムと契約したこと、うんうんうん、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約はね、うんうんうん、永遠の契約なのね、うん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 、そして、例えばね、うんマラキ書には、うんマラキ書の3章6節には、うん主である私は変わることがないって書いてあるのね、うんうんうん、新約聖書では、うん、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですって書いてるのね、うん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 、そういうお方が永遠の契約しているのに、うんうんうん、その子孫が悪い子だったから、うん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 、この契約を破棄したっていうと、うんうんうん、神様がご忠実じゃないことになるのね。あ、そうかそうか。永遠の約束っていうのは彼らの子孫が良い子の時も、うんうん、悪い子の時も変わらない、変わらない、変わらないで約束を守る、うんうんうん、はい、そういう神様だとご自分でおっしゃってるんだから、うんうんうん、神様は変わらない方なのに、忠実なのに、ほら見ろ神様は変わっただろうって言ってしまったことは神様の名前を汚した、汚した、あ、そういうこと、うん、そういうことなのね、うんうんうん、それで、うん、ここで神様がご自分の皆を惜しんでことを行うということが書かれてるのね、うんうん、だからまたエゼキエル書36章に戻って、はい、今度22節と23節読んで、はい、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる、イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。これすごいこと言ってるんですよ、うん、神様の皆が汚されたから、うん、神様がことを行って、うん、ご自分の名が褒めたたえられるようなことをすると、はいはい、そして諸国の間っていうから、うんうん、国々の人たちが、はあ、神様って本当にご忠実なんだっていうことを分かるようなことを行うっておっしゃってんの。じゃあどんなことを神様が行って、諸国の民はこの方が真の神様だって分かるようになるの？あ、これは神様が、うん、ご自分の皆が怪我されたのは追い出されたからって言ってるでしょ、うん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 、その彼らはもう神様から見捨てられたんだって言われた、うんうん、言われた、それで怪我されたから、うん、怪我された、うん、それを世界中にはっきりと、うん、私は彼らを見捨てたのじゃありませんっていうところを見せたいわけですよね。だからことを行うっていうのが24節なのよ、うん、お、読んで。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れていく。これが神様の皆が褒めたたえられるためになさるのね、うんうんうん、世界中がキリストを殺したから、うん、お前たちはもう神様から見捨てられたんだって言われてたのを、すべての国々から私は元の地に戻すということを言ってらっしゃるのね、うん、なるほど、そうすると世界中の人が、うん、アブラハムの子孫は見捨てられてたんじゃないのっていうことになるでしょ、うんうんうん、はいはい、でそのためにすべての国々から集めるっていう、この集めるっていうのが今現在約140カ国からなのね、うんうん、あ、そう、今集められてるっていう、そのことを
ことを行ったってことだっていうことね。それがことなのね。だからじゃあ、なるほど、じゃあ今まで全ての国々から集められたようなことがあったのか、うん、うん、今まではあったの。いや、前にエコバさんが話してくれた東西南北の話は似てるなと思うんだけど、それは同じ時の出来事。よく覚えてるね。同じ時、今現在の出来事ね。うん、うん、このイスラエルの民が、うん、エジプトから、うんうんうん、救い出されたとか、はいはい、バビロンから戻されたとか、うんうんうん、そういうのは昔あったんだけれども、はいはい、この世界中のから世界の四隅から、はいはいはい、全ての国々から集められるっていうのは史上初起こってるのが今現在なんですね。あ、なるほど、うん、史上初ってすごいね。すごいでしょ。私たちの生かされている、うん、今この御言葉が起こってるんです。全ての国々、そのエジプトから戻ったとかバビロンから戻ったっていうことは全ての国々から起きた、戻されたっていう出来事とは言えないけど、今は全ての国々から集められてるっていうことが起きてる。そしてそれは神様がユダヤ人を見捨ててないっていうことを、それを見てる人たちにもう知らせることになる。もうバッチリその通りなのね。だから全ての国々から集めるって言っても、うんうんうん、全ての国々ってどのくらいなのって、約140カ国って言ったらもうほぼ全ての国々ね、うん、それに当てはまるじゃない、うんうんうん、そういうことが今現在起こってるので、うんうんうん、クリスチャンたちが、うん、お前はキリスト殺しだ、うんうんうん、キリスト殺しだって言ってた人たちが、はいはいはい、聖書読み直ししてんのよ。そしてクリスチャンがこう読んで、うんうん、全ての国々から集めるということが本当に今起こってる。これは神様の皆を褒めたたえられるための、そのためにしているんだから、私たちもお手伝いしましょうって言って、世界中のクリスチャンが献金を送って、うんうんうん、シベリアの果てで、うんうんうん、貧しくって、うん、投資していくユダヤ人がいるのね、うんうん、そういう人たちを、うん、ユダヤ人のそういうのを探すのを、うんうん、クリスチャンがしてるんですよ。でクリスチャンがそういう人たちに、イスラエルに行きたいですかって聞くと、うんうんうん、当たり前でしょう、だけどそんなお金がないっていう、じゃあ私たちクリスチャンがあなたを、うん、お連れしましょう、助けましょうって言って、手続きに何ヶ月もかかる、うん、どうかしら3年ぐらいかかるのね。その間中生活費も全部クリスチャンが出して、うん、そしてやっと飛行機が手に入って、うん、彼らが行けるっていう時には便を持って、で、彼らを迎えに行って、うん、スーツケースも乗せて、うん、飛行場まで連れて行って、行ってらっしゃいって言って、彼らが戻ってくる、うんうんうん、戻ってくるとクリスチャンがお帰りなさいって両手を広げて、そして私たちがあなた方がここに住む1年間しっかりしっかりとサポートしますから頑張ってくださいよって言って、里親プログラムなんかも作って、うんうんうん、クリスチャンが助けてるのね。これは全部神様の皆が褒めたたえられるためのお手伝い。あ、神様の皆が褒めたたえられるのをクリスチャンは喜んで手伝ってるっていうふうに理解してる。そうなのよ。そして全ての国々から集められることで、諸国の民がもう真の神様を認めるしかないから、やっぱりユダヤ人がいろんなところから戻れば戻るほど、神様の皆は本当だ、素晴らしいって褒めたたえられる、そうなるっていう。実際にそのことが起こって、うん、迫害してたクリスチャンたちが、うん、
聖書を読み直ししなきゃいけないっていう思いになってるのね。諸国の民の中にやっぱりクリスチャンも入るから、そうユダヤ人が戻ってるっていうのを見て、みんなやっぱりこの方はユダヤ人見捨ててない、忠実とか真の神様ってもう分かっちゃうわけだね。そんだからこのことが本当に起こってるわけね。だけど、うん、神様はもっとすごいことなさる、うん、それが、うん、25節から28節まで読むと分かるのを読んでくれる、うん、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これ、うん、すごいことが書かれてるのね、うんうんうん、あなた方をすべての汚れから清めるとか、うんうんうん、新しい心を与えるとか、新しい霊をだ授けるって何だと思う？いや、汚れから清めるとか、新しい心、新しい霊、授けられるっていうと、やっぱりイエス様を表してるかなとしか思えないんだけど、ね、イエス様の救い以外ではありえない、うんうんうん、でしょ。そうだよね、うん、やっぱりこれはもう本当イエス様の十字架の血潮以外ではありえない、うん、はいはい、そのことを全ての国々から集めた後、うんうんうん、この清めを注ぐよっておっしゃってるのね。ユダヤ人に、ユダヤ人に、はあ、そういうことか。じゃあ世界離散している間にはこれはなかった。ユダヤ人が救われたということは何度かこう聞く、うん、また歴史に書かれてる。ほうほう。どうかしたら団体でユダヤ人が救われたなんていうのもあるのね、離散したところで、うん、そういう記録はあるんだけど、うん、その後すぐ分からなくなってんの。その人がどうなったのかなっていうね、うん、だから救われたっていうのはあっても、うんうん、ひょっとしたらクリスチャンの仲間になってしまったのか、うん、救われた後でやっぱりユダヤ教の方がいいって言って戻っていったのか、うん、何しろ分からなくなってんのね、うんうんうん、だけど今は違うの。今は、うんうん、今はどうなの？今は、うん、特に、1967年に第三次中東戦争って6日戦争って呼ばれてるの、うんうんうん、6日戦争、その戦争があったのね、うん、その時に初めてユダヤ人が1900年ぶりにエルサレムを手に入れたのね、うん、へえ、1900年ぶりに、うん、そして初めて嘆きの壁っていうところへ行けたのね、うん、その後、うん、イスラエルで大変不思議なことが次々と起こり始めたの、うん、不思議なことってどんなこと？イエス様が、うん、イエス様が夢だとか幻でユダヤ人のところに現れて、うん、私はあなたのメシアですよっておっしゃって、うんうん、それでユダヤ人が初めて新約聖書を学ぶようになって、うん、それはすごいことだね、救われ、うんうん、そして、うん、ただ救われていつの間にかいなくなったんじゃないのね、うん、そうじゃなくってユダヤ人がユダヤ人に伝道する、うん、そしてユダヤ人の教会ができるという、うんうん、1世紀始まって以来のことが起こってるのが今現在のイスラエル。そうなんだ。いや、イエス様がユダヤ人の人たちの夢とか幻に出てきてっていうのは本当にイエス様ご自身がもう伝道し始めたということになる。そういう感じだよね。イエス様ご自身が伝道してらっしゃる。そこから新約聖書も読むっ
ようになるっていうこと。そう、それも、ね、新約聖書っていうのはね、悪魔の本だから読んではいけませんって言われてたのね。だから誰も新約聖書は読まない。ところがイエス様が夢だ、うんうん、幻で出てきたから、うんうん、ちょっとこのイエスという人調べようと思うと、うんうん、新約聖書しかないじゃないですか。へ、そして、うん、マタイの一章一節を見ると、うんうんはいはい、最初の言葉が、うん、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、はいはい、イエス・キリストの系図って書いてあるじゃない。そのアブラハムっていう名前はいろんな宗教に出てくるんだけど、うん、ダビデっていう名前はユダヤ教でしかないでしょ、うん、それがイエス・キリストの系図、うんうんうん、そうしたらもうってこう読んでいく。そうして本当に救われて伝道するっていうこと、ユダヤ人もユダヤ人に伝道するっていう、すごい、ね、1世紀始まって以来の出来事なのよ、うん、1世紀以来始まって今までそういうことはなかったっていうこと。そうそう、1世紀で世界離散が始まって、そしてキリスト殺しキリスト殺しって言われて、もうクリスチャンはヒットラーみたいな人たちだと思って、絶対にクリスチャンなんかなりたくないって思ってた。それが全ての国々から集めた後、彼らがイエス様を信じて清められ、うんうんうん、新しい霊を与えられ、うん、新しい心を与えられるという、ここに書かれている予言が今現在のイスラエルで起こってる。じゃあイスラエル、今現在のイスラエルにはそうやってユダヤ人でクリスチャンになってっていう人たちがもう増えてるっていう、増えてるっていう、どんどん増えてる、そして、うん、いつの日か、うん、民族的、うん、もうただこのちょっぴりのグループじゃなくって、うんうんうん、イスラエルが民族的に救われる時が来ますよというので、うん、この30いや28節ね、うんうんうん、36章の28節に、あなた方の先祖の地に住み、うん、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となるっていうのが、民全体的にそういうことになるよって言ってるのね。そうなんだね。じゃあ楽しみなの、すごいすごい。だから、うんうん、これはもう本当本当に御再臨の用意で、あなた方が私の民となり、私はあなたの神となるっていうのが、うん、神の御国で起こることだから、うんうん、そのことがこんなに近づいてんだっていうのを私たちの目で見てるわけです。神の国が来てる、来るというのが近づいてるっていうのを見てる。あ、それはすごいことだね。でもこんな風にして、まあ、現代にこの予言が成就しているっていうのを見てるっていう、その時代、すっごいエキサイト、エキサイト、エキサイトだからね、うん、この学びを、うん、たけちゃんとこうしてしていると私もワクワクしてくるね、うん、実際に起こってることだから、だ、ね、ただ紙の上の話をしてるんじゃなくって、うん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 、実際実在していることだ、ね、なるほど。いや今日もこれが聖書の御言葉よく分かったし、予言の成就のことがよく分かったし、そして今の時代にこれを見てるっていうことで興奮させられるね。すごいでしょ。だからもう聖書はもっともっと学びでほしい、うん、あ、本当本当、もっとエコバさんにもちょっと教えてもらおうかな。もうさらにちょっと聞きに来るから、また帰ってきて、うん、はい、また帰ってきます。それでは本日のおさらいをします。ユダヤ人が世界離散している時、キリストを殺して神様の敵側について、神様から見捨てられた民族と言われて、神様の皆が汚されました。いつもお代わりにならない神様が、アブラハムの子孫が悪い子だったから見捨てたと言われたことは、皆が汚されたことになります。神様は
ご自分の皆が褒めたたえられるためにイスラエルの民をすべての国々から集めています。今は140カ国から集められたユダヤ人によってイスラエルがあります。これは主の皆が褒めたたえられるためです。それでは皆様またお会いしましょう。シャローン。